い、ということでもう宿題も考えようかな。一緒に宿題考えてほしいです。ここで明日の行儀担当はドルドルドルンドル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 新内舞なんですけど、舞ちゅんねなんですけど、皆さんと一緒に宿題考えたいなと思っております。ぜひコメントください。舞ちゃんです。チュンだよチュンチュン来たチュンですよチュンチュンですよチュンだよ。なんかありますかね、やってほしいこととか。ぶりっ子だわ、元からぶりっ子やからな重めに行こう重めに、あ、全力の方ね。あー、猫やってもらうとかな。はいはいはい。あーね、初期の自己紹介とかはね、本人すごく嫌がってますからね、自分がやったことなのに認めませんから元からぶりっ子そんなので、とりあえずまあいい、うん、絵は描きますね。何がいいかな。全あーね。何にしよう。なんかギャル語か。あの、私がさっきやった猫しようか、うーん、初期の自己紹介してみたいなのがすごく多い気がするんですけど、でも結構初期の自己紹介は多分ラジオとかなのかな、でもやってるっぽい。あーね、似顔絵とかもありますね、昔やってたもんね。なんだろう、どれがいいかな。でも多分一番多そうなものにします。どうしようかな、待て、コメントが追えなくてまた通報しそうあ、合ってるか、うんこれが一番いい宿題なのではないでしょうか。うん、ちょっと待ってね。はい、書きました。ほい、いいかなトゥ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 、コメントがいっぱい来てるけど固まっちゃって、あ、動きました。ってことで発表させていただきます。じゃん、まいちゅんへ猫語で初期の自己紹介なんぜよりにしました。チパチパチパチなんかどっちもがすごく多かったので、まあね、私結構乃木曜日の宿題を躊躇せず頼める。この前もね、みなみちゃんのブログとか、まあ仲いいからできることなのですが、みんな優しいし、ということでね、ファンの人も、まあ、せっかくハロウィンだしね、あ、すごい楽しんでもらえたらいいなと、前回の配信メンバーからの宿題をやりたいと思います。あ、やばい、もう7分も経ってる。3分に行かなきゃいけなかったんです。猫語で最初期の自己紹介、とんでもねえやつが来たな。初期の自己紹介、本当にキノコ好きよね。本当に、え、好きな人いる？大丈夫？私ももう初期ってさ、いやーこれさ、本当にね、うん、わかるよ、本当にわかるよ。こうやってみんなさ、ほらコメントだかね、大人の階段なんだめって煽ってきてるけどさ、いやわかるよ、そのなんだろう、煽りたい気持ち、恥ずかしいし、
なんで猫語なの。やったじゃん46時間テレビで。やったじゃん大人の階段って。いやでもね、ギリギリもうね8段目をやることはない気がするんですよ。うん、8段目をやることはもうないから、今日で多分封印です。8段目は多分もう1月に11、12、あと3ヶ月の間に8段目をやることは多分ないので、もうこれ最後です。どうしよう、これで乃木曜日来てまたこれだったらどうしようって思うけど、多分ない気がする。乃木曜日が回ってくることはあると思うんですけど、多分ないので、次はね9段目になると思いますので、多分最後の8段目いけますか。にゃんでしょ、猫語でしょ、むず。はい、埼玉県出身、大学4年生、21歳の新内まいにゃんです。大人の階段8段目よろしくお願いします。にゃんくー、これ期待に応えられてますかね。あ、すごい、え、なに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 、今かわいいみたいなのがすごい画面にいっぱいあるんだけど、なにこれ、新しい、新しいですかこの機能。あ、すごいすごいすごい、すごい、めっちゃかわいいかわいいかわいいってびっくりした。そう、あれはでもさ、なんか初期だからさ、その初々しさとさ可愛らしさがあると思いません。本当に、いや8段目になってね、この自己紹介すると思ってないんですよ21歳の私は。あ、すごいかわいいかわいい面白い。そうなんだ、そうなんですよね。ね、まあでも年々いい大人になってるので、いい年の重ね方をしたいなとは思っているんですが、そうなんですよね。もうでも8段目は大丈夫です。青春ってよくわからねえ、青春ってよく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 、うーん、やるしかねえ。